はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、アンティークギアデッキがね強化されて、診断でいろいろ使ってらっしゃる方も多いかなと思うんですが、あの、ね、最近ですね、あの後手型のアンティークが結構強いという話にあのなってまして、結構 X とか見てる感じでも、まあ、割とマスター1行きましたとか、あの DC ファースト突破しましたみたいな結果が結構多くてですね、まあ、アンティークギア後手型は結構やれんだなということに気づきまして、で私も後手型のアンティークギアデッキ使いたいなと思ったんですけど、もうね、後手型昔からねずっとねアンティークギア実は使ってて、 OCG の頃からね、割と使ってたんですけど、これちょっとねアンティークギアデッキといえばみたいな、どうしてもやりたいことが僕あるんですよ。まあ、それが何かっていうと、アンティークギアといえば機械族なんですよね。なんでちょっとリミッター解除してえなっていうこれだけなんですけど、そのね、OCG の、頃からやってた最強コンボは、後手でなんかその、後手取って、でアンティークギアバリスティックシューター使って相手の打点ゼロにして、で相手の打点ゼロにした上で、アルティメットゴーレム出して、でアルティメットゴーレムにリミッター解除打って8800で貫通してワンキルするっていう、まあ、そういうギミック、これをね、あの昔からやってたんですけども、これもう安定感やばかったじゃないですか。マスターデュエルに診断が来て、新強化入ってね、なんかめちゃくちゃぶっ壊れモンスターも来てるからさ、だからすげえ簡単にこの動きが決まるようになったんじゃないかなと思ってちょっと持ってきたんで、今日はね早速ね、その安定的アルティメットゴーレムにリミッター解除ぶち込んでいくこのスタイルね、お見舞いしていきたいと思います。ちなみに一個、まあ、注意点とかヤバい点お伝えしておくと、アルティメットゴーレムじゃなくてカオチアイアントにリミッター解除打ったら最強じゃないかって思う方いらっしゃるかもしれませんが、カオチアイアントくん強すぎて魔法トラップカードの効果が一切受けないんで、この自分のリミッター解除もなんか効果受けないっていうあのバグみたいなこと起きますんで、リミッター解除打つ場合はこっちを出さなきゃいけないっていう話がありますんで、よろしくお願いします。はい、デュエルスタンバイ。実質テンパイ流だよな、つまりこれ、このデッキなんかアンティークギアフォートレスとかいうさ、なんかジェネリック三元素と、呼ばれている、まあ、呼ばれてはいねえか別に、ジェネリック三元素とかいう最強のカードがあるもんで、これマジ実質ティンパイリューといっても過言ではない、まあ、こんだけマクリフダー入ってるしな、なんか展開あんま伸びなそうだな相手これ。その、ガネーシャをなんか現在法で吹き飛ばすとかいうなんか謎ムーブしてるから、うおっと2枚怖えな。まあまあ無限法要とかね、一応エフェクトベーラーで無限法要破壊なあたりめっちゃきついんですよね、まあ、ジェネリック三元素が破壊されなければ別に大丈夫なんですけど、ジェネリック三元素、これジェネリック三元、いやーちょっとこれ今なんだろうな、後ろあれ、まあジェネリック三元素破壊されるからないと思うけど、一応後ろかなこれ、まあ、一応念のため後ろにしますか。はいはい、パパパパーンつってやって、でこれ聖域のコストで何を破壊するかですよね。あー、ガルドニック破壊ね、オッケーです。でガルドニック破壊されました。ガネーシャちゃんは炎属性がいないと、あ、ポニックスいいのか、そうかそうか、ポニックス特殊召喚、でもこれマジで妨害ないよほとんど真面目に妨害ないよこれ。新天使で手札1枚なんだっけ、割れてるっけ、ちょわかんねえ、とりあえずちょっと1回参戦の際打つわ、参戦の際打って、ちょっとこれモンスターちょっといただいてもいいですか、自分うざいんで、ガネーシャちゃんもらいまして、でとりあえず援軍発動しますね。さあどうしますか、まあジェネリック三元素持ってくるかジェネリック三元素とかいう謎の言葉、でジェネリック三元素発動、あれなんか、これこのチェーン何、キリン、とりあえず1枚ドローしていい、ああなるほど、ジェネリック三元素あるとアンティギアカードの効果の発動に相手チェーンできないし、アンティギアモンスター対象にならないっていうなんか地獄みたいな効果あるんで、あと対象にならないし破壊されないっていうなんか地獄みたいな効果あるんで、これはちょっと待ってくださいね、あフュージョン持ってきちゃえばいいか、これついにリミカいけるか、アンティークギアバリスティックシューターを出していく、で
バリスティックシューター、俺はねリミッター解除はしてんだよ太古から伝わるし最強のリミッター解除はしてんだよ、ふざけんだよな。で春だろ、でバリスティックシューターの効果発動して、相手のフィールド上のモンスターだってゼロにしながらギアタウン爆破してギアタウン効果発動。ギアタウンちなみにアンティークギアカードではないので、なんかあのフォートレスでギアタウンの効果は守れないっていうねバグはあるんですけど、一応これがマジでバグなんですけど、アンティークギアデュエルと、コマンダー持ってきて、でコマンダーを捨てます。で、コマンダーの効果発動して、コマンダーは墓地から除外すると、手札からアンティキアカードをなんか、アンティキア魔法トラップカードを置くっていう、永続トラップカードを置くっていう効果なんで、これでギアデュエルを置きます。でこれでバトルですね。さあバトルフェーズ、アンティキアデュエルの効果を発動。うわー、これが太古より伝わるし史上最強モンスターアンティーキアモンスターの魂をゲームから3体除外し、あらららろう、アンティークギアアルティメットゴーレム、アンティークギアアルティメットパウンドだろうね。自分試していいですか、リミッター解除すいません、これがしたかっただけです。対戦ありがとうございました。リミッター解除ちょっとあれだな、マジでオーバーキルかな。ちなみにマジやばいのはリミッター解除、アンティギアバリスティックシューター打点ゼロにしてリミッター解除でアンティギアアルティメットゴールでぶん殴れば勝ちっていう、まあそういう、まあ、ゲームプランで組み立ててるんですけど、アンティギアカオスジャイアントでもいいじゃないですかって思うじゃないですか。アンティギアカオスジャイアントってみんなに殴れるから、全員に殴れるから、そっちの方がいいんじゃないですかリュウさんって思うじゃないですか。あいつね魔法トラップカードの効果を受けないんだよねだからね、リミッター解除で打点上がんないんだよね。マジやばくない自分の強化もできないんだよ。あれ、何、魔法トラップカードの効果一切受けないからさ、自分の強化魔法トラップカードとかも使えないんだよね。それがちょっと残念なところかな、アンティーキアの。ホルスデッキか。なるほどな。ホルシングデッキね。アルティメット三元素は一応持ってはこれるか、アドバンスで。あー、なるほど。言うてばそんなに強くないね、妨害。あー、なるほどね。アルティメットスレイ来た。アルティメットスレイ発動。これ強えな。で、アグリゲーター送って、ギャラクシーアイズを、吹き飛ばしながら、これで、アグリゲーターの効果で、グリフォンライダーも無効にして差し上げれば実質2妨害踏みました。あざす。グリフォンライダー、あれですね、グリフォンライダー有効ですね、これでグリフォンライダー有効。まあ金的あるんで、まあ実質グリフォンライダー無効にはできるんで、まあ問題はないかな。さあアグリゲーターが無効になってしまいました。まあ実質でもこれ妨害ほぼないですよ、グリフォンライダーだけなんで。まずこれジェネリック三元素をちょっと持っていきたいんですけど、何かあります？あー、なるほど、ここでグリフォンライダーか。確かにこれジェネリック三元素持ってこられたら効果チェーンできないもんなこれどうすっから、金的打ってこれでいいか、コスト、ギアタってことはこれ実質妨害ないですね、もうあとお相手し、はい、これアルティメットスレイが強いだけって話あります、これさすがに。でグリフォンライダーの効果無効にして、で持ってくるのはだからこれカタパルトですね、これカタパギアタウンの最強ムーブですね。はい、まずギアタウン発動して、でカタパルト発動すると、でギア叩き割りながら、デッキからアンティギア出していく。でダークゴーレムを出しに行きつつ、でギアター効果チェーン、まあどっちでもいいんだけど、これあちなみにこれフォートレスあるときはチェーン1ギアタウン、チェーン2ダークゴーレムにした方がいいです。ギアタウンはアンティギアカードではないんでこれがうざいんですよね。この2枚でいいかな。タンカー、コマンダーで、コマンダー捨てる、
でギアタウンの効果でワイバーン特殊ワイバーン効果デュエルかこれ何やべえちょっと分からなくちゃフォートレスでいいかフォートレスでフォートレスあるからフォートレス張ってフォートレス破壊しての動きしたらモンスターは増えるかでこれで安定ギアゴーレムでいいのかちょっと分からなくちゃやべえちょっと頭混乱してきたアンティークギアであんまり展開するなんて混乱してきたわほんで普通にこのギアタじゃあフォートレス張って叩き割って叩き割って蘇生して、融合して殴ったら勝てるこれちょっとわかんねえギアフォートレスこうするこれ足りてるよなリンクする必要ないよなバリスティックシューター出してぶん殴っていやこれもう大丈夫な気がするんだこれもう別に安定ギアフュージョン爆発させるこれ足りてるよねさすがにでごジャイアントすればいいでしょう安定ギアゴギアダークゴレムと、スタチューとスタチューとワイバーンでさあ最強全員にぶん殴れる4500おじさん出しておいハ殺意の塊全員にぶん投げますバトルフェーズいきましょうまずは、ニッパチ貫通はいはいで4号で貫通はいでパワーパゴンはい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 うん脳筋アンティークギアアドバンス来すぎじゃないさすがにアドバンスさまあ一応一番いいショーであるんだけどアドバンスがちょっとこれさすがにかぶりすぎやんだよなこういうこと起きんだよななんかバランスよくシャッフルしていただいてよろしいかコナミ君バランス頼むわちょライトロードやべえせっか終わったライトロードはさすがにまっくりきついなまあでもアルティメットスライドが強いかアルティメットスライドちなみに結構強くて割となんか多分バランスとか多分出てきたらアルティメットスライドでこうバウンスしながらマロン墓地を食ってバウンスみたいなことできるんでこれ結構強いっていう話あるんですけど先行ワンキル型だとちなみに何にもできないで死んでいくわけなんで誘発ほとんどっていうか一番入ったいからね相変わらず展開クソ長えなマジでリトルナイトはいリトルナイトどうぞこれマジでワンチャンあるかこれ先行ワンキル型じゃなさそうじゃねトランザクションロールバックはいギブアンドテイクどういうことわからんヤジロベーだおい、なんだこれやばいぞクソデッキじゃねえこれ多分クソデッキの匂いすんなヤジロベーダーどういうことこれヤジロベーダーなんかわかんないけどくれたわありがとうヤジロベーダーはちなみにあれですモンスター出てきたらなんか出てきた方向に移動して縦列で破壊するみたいなあの効果があるんですけどこれあの相手の効果でなんかモンスターを破壊するときに使いたいモンスターなんですよね多分これアポロウスはなるほどお死ぬよそれ死ぬけどいいのいいんかどういうことわからんなんか謎の戦闘機かかり来た戦闘機イーグルブースターイーグルブースターやばいなペインゲイナーなるほどなるほどわからんでアージェントカオスフォース発動アージェントカオスフォースでペインゲイナーをランクアップヌメロニアスははなるほどねやばいかもしれないこれはねちなみに無限巨神ヌメロニアスが破壊されると無限巨行神ヌメロニアスヌメロニアというね、まあ、通称ヌメヌメって言われてるやつが出てくるんだけどやばいちょっと待って、この3番の効果キスで持ってるこいつが破壊されるとエクサキから、ヌメロニアスヌメロニアさんやばいヌメヌメ来たヌメロニアスヌメロニアさんはちなみに相手のターンの間、打点が10万になりますはい、打点が10万ポイントになりますで
攻撃可能なやつは攻撃しないといけなくて、戦闘を行ってないと、デュエルに勝利するという地獄みたいな効果があります。はい、10万ポイントはさすがにアンティークギアデッキでもね出ないですねこれ出ないですね、これやばいくらいですか。ちょっと待ってくださいね。やばいね、これアルテミットスレイ打つじゃないですか。これさっきさ、なんかさ、イーグルブースターサーチしないよね。でメレオロジックアグリゲーターを送ってカオスナンバリーイマジナリーナンバースの無限巨光子ヌメロニアスヌメロニアをバウンスしようとするが、イーグルブースターによって、エクストラモンスターゾーンのカードが効果を受けなくなり、完全耐性のヌメロニアスヌメロニアが爆誕しました。終わりです10万ポイントは出ねえて。頑張ったけど4400しか出ねえ。なんだ10万ポイントって無理だろ。あまりにも無理すぎる。9万5600ポイント。痛すぎる。